世界的アーティスト村上隆の制作スタジオに一般人が潜入してみた。村上さんって毎日のルーティン決まってるんですか？朝起きた、水1リットルぐらい飲んだ、水1リットルぐらい飲んだ、クソした。で、デスクワークした、うん、かな。あ、そうそう。起きて水飲んでる時に、はい、YouTube を、はい、すごい高速で見てますね。ほんで、一応基本的に飯は1日1食なんで、はい、6時か7時ぐらいに飯食って、はい、食ったらすぐ寝ますね。それで朝の2時か3時ぐらいから起きて、はい、さっきのが始まると。なるほど。